どうも、旧正解マドです。おいしょ。パオン。榊原。タブーの名字だ。というわけでですね、今回マズラビル都市伝説シリーズでございます。ダメ。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関読んでいきます。どうぞ。お願いします。ナイス。ミスター関、長谷川です。一般的すぎだろ、お前。今回の都市伝説は、1万年以上前に絶滅したとされるマンモス。ここに来て絶滅した理由で、花粉症で絶滅したという新説が浮上したので。というわけでですね、今回そのマンモス絶滅の新説について触れていきたいと思います。中継。マンモスの代表的な種であるケナガマンモスは約1万4000年から1万年前にほとんどの個体群が絶滅したので、一部の個体群はその後も数千年生き続けており、北極海に浮かぶウランゲリ島の個体群は約4000年前まで生き延びていたけども、新たな研究でウランゲリ島の個体群は遺伝的多様性の欠如によって徐々に絶滅したのではなく、謎の事象によって突如絶滅したことが明らかになったので。うつ病そんなことねえよ。そしてスウェーデン高遺伝学センターの博士研究員であるマリアンヌ・デハスク氏たちの研究チームが合計21頭のケナガマンモスのゲノムを解析し、絶滅するまでの過程について研究した。おお、このマリアンヌっていう人物がケナガマンモスなんですよ。え、なんですか。ああ、なんかそう言われてるのかと、陰で気狂ってんのか。そして分析の結果、ウランゲリ島のケナガマンモスは最も個体数が少ない時期はわずか8頭まで減少し、絶滅の危機に陥ったものの、その後20世代以内に200から300頭まで回復していたことが判明し、この個体群は近親交配の兆候を示しており、遺伝的多様性が低いことも分かってるのよ。ウランゲリ島のケナガマンモスの遺伝子に蓄積された突然変異は軽度から中度の害をもたらすものでしかなく、極端に有害な突然変異は長続きせず蓄積しなかったことも明らかになっているので、ね、全体的にウランゲリ島のケナガマンモスの遺伝的多様性は減り続けていたものの、その減少度合いは緩やかであり、絶滅した約4000年前の時点でも絶滅するほどの問題はなかったと報告されているのよ。そしてある個体が極端に有害な突然変異を持っている場合、その個体は基本的に生存不可能であるため、それらの突然変異は時間の経過とともに集団から消えていくけども、一方でケナガマンモスは絶滅するまでに軽度の害をもたらす突然変異しか蓄積していなかったことが分かってるのね。そしてここに来てマンモス絶滅に対する新たな説が浮上したのよ。絶滅の原因としては氷河期末期の気候変動の影響とする説や、狩猟の対象となった結果数を減らしたという説が有力だけども、新しい研究ではなんと花粉が原因だったとする説が提唱されたのよ。だから俺も荒廃しといた。マンモスの末裔。そしてイスラエルの研究機関のグレブ・バーシュタイン氏たちは科学ジャーナルに発表した研究で、ケラガマンモスの絶滅を助長した可能性として氷河期末期に上空に漂っていた花粉の影響について指摘したのよ。研究者たちによると、地球温暖化により植物が繁栄したことで花粉が大量に飛散し、アレルギー反応を引き起こした結果、ケナガマンモスの嗅覚が鈍り、個体同士の正常なコミュニケーションが阻害された可能性があるという。じゃあもう普通に花粉症だね。くしゃみのもんなこと。うん、花粉症は人間よりもさらに深刻っていうことだよね。いや、まあ日本人だよ。マンモス。あ、マンモス。日本人って花粉症多いでしょ。ヤマト魂だから、立ち上がれ選ばれし民族。怪しいなお前。そして繁殖期にお互いの匂いをかき分けることができなかったことで、マンモスは交尾することができず、個体数が急激に減少し、最終的には絶滅したと研究チームは主張しているのよ。また動物の嗅覚は生命維持に不可欠な機能をいくつか担っており、ケナガマンモスにとっても交尾相手を見つけるほか、食べ物の発見、移動中の方向決定、捕食者を感知して逃れる手段などさまざまな重要な役割があったと考えられているの。ケナガマンモスの鼻が花粉症で詰まっていた場合、生き抜くために必要ないくつかの機能が阻害されていた可能性があるのね。花粉症は不治の病で治療法がないとも言われており、一度発症した花粉症の自然治癒はごく稀とされている。マンモスが絶滅したように人間も嗅覚に異常を期待してしまえば、最悪の場合絶滅の可能性があるのかもしれないのね。目があるだろ。怒んなよマンモス。取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとかできる。